はい、はい、皆さんこんにちは。茶道ストイッチファームのコニーさんです。もーちゃんです。はい、エミューですね、はい、エミューのパドックにやってきました。はい、はいはい、何するんでしょうか今日は。今日はエミューと遊ぶっていうとあれですけど、水浴び、うん、この季節ですけど、今年は暖かいけれどもエミューは寒さに強い、強いらしい。水をまくとすごい嬉しそうに水浴びをするので、はい、その瞬間を収めたいですね。はい、はい、水やりの時に古い水を向こうに開けてるんだけど、はい、やってみる、やってみようか。それで来そうですね。行くぞ。はい、どうぞ。バッシャー、およよよよよ、来た。ちょっとあなたはどっち。ともちゃん、いつもと時間が違くないかい。わーい、水だ水だ。これはこっちはみゆちゃん。みゆちゃん、あれ時間違うからダメ。いや、そんなことないでしょ。ダメだった、カメラのせい。なんかでもいつもと様子が違うね。近くにいたのに行ってしまったというのが、やっぱりルーティーン、朝のルーティーンだったのかな。朝か。まあまあ、これはこれで後日朝で撮り直しましょうか。そうね、朝のエミューです。そう、朝のエミュー、はい、かつエミューの水浴びをなんとか撮りたいと。撮りたいですね。あ、来た来た、かわいい。前回はね、おはよう、イレギュラーな時間にね来たのであれですけれども、今日はとっても気分が良さそう。よかった。おはよう、おはよう。かわいいね、こんなに朝早くから近場に来てくれる。朝はでもこんな感じなんですよね、いつも。お昼に行くとそわそわしてる。いいぞ。お、なんか心配でな、自分の羽か。うん、お、あ、スタンバイ。 あら、水がいっぱい残ってるな。バケツから飲むというより、そこのくぼみにやった水を飲む飲んでるの方が多いかも。ほら、君たち、バッシャーンの時間だよ。よいしょ。あ、なんかすごい、そこで待ってるけど。そこじゃ届かないよ。こっちを入れ、こっち。賢い。ほら、みゆちゃんもおいで。お、賢いな。びっくりしちゃうよ。あ、待ちきれないエム君が。さて、行きます。お待たせ、行くよ。せーの、じゃあ、うわー、お、まずは飲むと。飲み方もダチョウと違うよね。ねー、スイースイーパクッスイー。面白すぎる。かわいい。いやー、気分が良さそうで。何、あれ今日座らないか。もうちょっと水満たしにする必要が。そうかな。今日は長く水飲みを楽しんでますね。ね。寒いけど大丈夫なんですかね。エミって寒いの大丈夫だって書いてあったような気もしなくもない。いやー、でも本当のとこはよくわからない。あ、あー、座った。座った、いいね。あら、あらあら、あらららら。私のもんだ。私のよ。みゆちゃんが独り占め、みゆくんが僕も、あちゃん、ダチョウだったらもう水浸しでもう水ぼらしい感じになっちゃうけど、うん、セミはそうでもないんだね。かわいい。あー、仲良し。あ、あ、あ。このような感じで水浴びが好きですね。今の気温13、4度なんですけど、でも大好き、水浴び。大部分はみゆちゃん、みゆちゃんが陣取ってます。早く。こうやって毎度毎度ちゃんと水浴びをして
歯作りしてるから多少と違って肺がたっぱらない。あ、ダチョウの場合は砂浴びだからね。おお豪快だね、みゆちゃん。入りたいけど入れない、M くん。草食べちゃう。温泉に浸かるみたいだよね。ね。水も滴るよ、いい M。めちゃ。ご機嫌かに。ご機嫌だね、ボコボコ。泳げるぐらい水が得意らしいんで。へぇ。ちょっと見てみたいな。水槽が必要だ。でかい水槽、プールですね。もう。わあ、かわいい。ラブダドール。見ましたか今のダイナミックな水。犬かと思った。うん、そう犬みたい。痛い。うん。あ、会いたいよ、M くん。いけー。水飲む。あ、また来ちゃう。あ、座れたね。よかったね。よいしょ、よいしょ。え、ちょっと飲みたいんですけど。大丈夫みゆちゃん、お座りづらくない？おっ、よかったね。見なかったわね。水場の取り合いをするくらいには好き。ちょっとどけなさいよ。圧をかけ、あ圧かけられてる。邪魔よ。ね、お、仕方ないわね。この子、腹前進かわいい。どうですか、水浴びは。撮影中に。ご機嫌なうちはカメラを回せても、ね、逃げていかない。ああ、最高だよ、M くん。いいですね。あくびまでしちゃって。リラックス。かわいいね。はい、ということで、うん、朝のエミューの水浴び撮影成功ですね。はい、やった。一回失敗してるからね。そう。昼に行って。やっぱりあれだね。朝のルーティーンだった。そう。人間にもルーティーンがあるように、イレギュラーには対応してくれない。綺麗好きなんですね。そうだね。あ、なんか湯気立ってる。ほかほかなのか、体が。体温が高いとか？ね。それに水分が、水が加わって湯気が立つの？どうなんですか、みゆちゃん。どういう仕組みなんですかね。上手だね。お。ごゆっくり、はい、どうぞごゆっくり。メニューの朝のルーティーン水浴びでした。はい。